財政金融委員長、中西健二君。ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本法律案は、消費税率の引き上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行おうとするものであります。委員会におきましては、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、消費税率引き上げに伴う需要平準化策の効果、事業承継を円滑に進めるための税制の在り方、金融所得への課税を強化することへの是非、研究開発税制を見直す必要性、電子申告の利用率を向上させるための政府の取り組み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、立憲民主党民友会、希望の会を代表して、風間直樹理事、国民民主党新緑風会を代表して、古賀幸人委員、日本共産党を代表して、内門美樹委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、対決がされています。以上、ご報告申し上げます。